はい、こんにちは、中地です。マインクラフト実況続きやっていきたいと思います。よいしょ。ちょっと入り口を固めましょう。 OK。 これね、扉つけない方法で始めたので、ちょっとね、もしかしたら変に見えてるのかな。どうだろう。ここに一本入れたら邪魔？ここに通したら、これ入れる？入れるよね。でもまあ、ある意味がないよね、このガラスが。割とスムーズに、こう、入店はできるので、入店？入れるので、ちょっとまあ、カッコつけで置いとくのもありかなと。回転、ドアみたいなね。回転ドアはまたちょっと僕なりの作り方があるんですけど。いや、邪魔かな。邪魔な気がしてきたな。これはいらないか。ガラスだけ置いてみようかな。うん。ちょっとガラスだけ置きます。まあ、引き戸のガラス、なかなかないけど。それでいこうかな。よし。まずはいらないものを預けてだな。これは閉まっておこう。今回はちょっと2階層のデザインも考えつつ、まあ本置きたいっちゃ置きたいんだけど、本を置くものがないので、今34個、またちょっと追加で作りましたが、置けないので、どうにかやっていきたいと思います。まずは、そうだなぁ。どうしよう。まずはここにフェンスをね、引いておきましょう。ただ足りないので、ちょっと今どのぐらいのスペース取れるかの雰囲気だけ掴むために、このぐらい引いておいて、で、ここもね、窓をがっつり開けたいので切っちゃいましょう。下のドアがちょっと変な形してるので、まあ同じ風にした方が格好はつくような気がするので、同じようにしてみようか。2段に階段。ただせっかくこんだけ広いのに2段だともったいないから、まあこの辺から置いてみて。そうするとでもガラスが引けないか。隙間が変に見えちゃうよね、多分。あそこだけ、そうか、とんがっちゃうのか。そうなるとちょっと気持ち悪いから、一回四角にしてみよう。よいしょ。うん、まあ、いいんじゃないかな。もう一つ上まで行っててもいいかもね。ちょっと下に窓がついてるように見えちゃうから、もう一個あってもいいかも。よいしょ。これで、OK。とりあえずこれで広い窓が取れました。で、上の層はどうしようか。上にもちょっと作業台は置いときたい。難しいな。そんなにスペースがないので1階ほど。ただ下は全然本が今置かれていないっちゃいないので、本棚をね、結構しつこく置きたいんですよね。でも上がってきて、ボン、本棚ってちょっと嫌だから、横列にしてみればいいか、今回は。今回、この配置だったら上がってきて壁になってるよりは横に並んでた方がいいかな。
どうだろう、もうめちゃめちゃ本ありますみたいにしてみる。それともこう狭いよね、でもあんまり好きくないな。ここを2マスにしてみようか。2マスにすると次ここね。さすがに本棚がこっちにあると、それこそ以前コメントいただいたあの側面にあるのが変に見えるっていうのが、こっち側ね、デッドスペースになる部分が本が置いてある感じってちょっと変に見えるので、これはやめましょう。ここは通路でいいかな。まあ1面2面3面見れるからこれでいいんじゃないかな。でここはもう本当に光を入れるだけの部分、憩いの場にもならないよね。これはどうだろうか。こういう風に座れるとこを置いとく。まあとりあえず3で作ってるので、ここにねテーブルみたいなのがあればいい感じではあるのかな。こういう感じ。これをちょっとあれだね、白樺で作りましょうか。でこっち側、こっち側はねどうしようかな。同じ、結構左右対称にしちゃいがちな人間なんですけど、どうだろう。ここも狭いか。一段また減らそうかな。ここ危ないよね。ここも結局、でもそうか、デッドスペースになるか。ここにもフェンスが置かれたら違います。難しいね。大きな建築をしてこういうことになるんだね。でも狭くはないか。一マスしか空いてないけど、ここ余裕があるから、いいや、大丈夫です。あんまり思ってたより狭くない。この辺をどうするかだよな。図書館って他に何あった？本しかないよね。子供のキッズスペースでしょ？マグマが見渡せる大きな窓でしょ？どうしようかな。どうしようかな。これを、はい、上がって、いやこんなでかくしてもしょうがないな。ここをこれにして、で落ちて、上がって、これ階段にした。ここ階段だとちょっと変だね。こっち向きにしようか。これ危険よ。はいはい、あぶね。こう落ちていいかな。ちょっと思ってたんと違うのでやめます。そう、これは若干今ここの建物たちはモダンな感じになっているので、モダンというか三角屋根とかそういうものがないので、ちょっとねやってみたい気もするんですよ。そろそろ北欧のね建物、ヨーロッパっぽい建物とかそういうのもやってみたいかなとは思うんですけど、ちょっとねそれをやるにはまたテクスチャーを変えたいとかね、勝手なね
欲望があるので、このテクスチャーはね、こういうカクカクしたやつの方が似合うかなと思って今ずっとやってるんですけど、あとは上も適当にあれかな、形の異なる本棚を置いていけば完成かな。で、天井もね、木材集めて貼っちゃいましょう。はい、それでは今回はこの辺で終了なんつってたっけ、今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。